皆さん、こんにちは。こんばんはでしょうか。こんにちはでしょうね。2740地区、先ほども申しましたけど、佐賀長崎でございます。日本の一番西の果てでございます。佐世保北ロータリークラブの中島淳二と申します。よろしくお願いします。また今回、この総会にあたり、会場の設営などにご尽力いただきました、千葉西ロータリークラブの海保様をはじめ、千葉地区のロータリアンの皆様には大変お世話になり、感謝を申し上げる次第でございます。この場をお借りしましてお礼を申し上げます。さて、3月11日に発生いたしました東日本大震災においては、この浦安をはじめ甚大なる被害と多くの尊い生命が失われました。心よりお見舞い申し上げますとともに、一日でも早い復旧と復興をお祈りいたします。また本日お見えの田口彩子様のスーツケース支援の呼びかけには、全国各地の多くの会員の皆様が迅速に対応され、大きな感動を覚えました。また MM の凄さを改めて感じた次第でございます。私も2つスーツケースを送らさせていただきました。そして今回のこの総会には、この被災において多大なる支援ご活躍されました田口さん、秋山さん、赤木さんがいらっしゃっております。この総会の中で被災地の現状や体験談、そして今後の支援などについて3人の方にお話をいただけることになっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、 J リク会員システムに新たに導入して1年が経ちました。現在順調に稼働し、会員の皆様に利便性が向上したと推察いたしております。またホームページにつきましては、 CMS というシステムを導入いたしまして、これも順調に稼働をいたしております。これは今までのホームページと違い、ホームページの作成の知識がなくても、誰でもワープロ感覚でホームページが作成できるというもので、皆様の CMS への参加があまりないのがちょっと残念な気がいたしております。できれば積極的にこのシステムからの情報をどんどん発信していただきたいというふうに思っております。最後に、私は J リーグ会長と、クラブの会長を2ついたしております。仕事ができない上にこればっかりどんどん出ていきます。来年はこの2つがなくなりますので、少しでも被災地の復旧や復興のお手伝いができれば考えております。どうか残りの1年間、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。